はい、こんにちは、大八郎です。今回は鉄血プラモ、ガンダムフラウロス流星号を作りたいと思います。鉄火弾シノが乗ってた機体ですね。変形もできるということで、いやいい機体ですね。かっこいい。まあ、シノのね、流星号はこのピンク色といいますか、こういうね、ちょっと赤よりも薄い赤、これがまたかっこいいんですわ。グレイズ2回のね、いや、めっちゃいい色。めっちゃいい色。ホイールシールはグシオン、リベイクフルシティよりかはちょっと少なくてよかった。さあ、はい。こちらがシノでございます。ノルバーシノ、いやー、なかなかいいキャラクターですよ。最後の最後ね、いやー、まあ喋らないですよね。見てくださいね。はい、かっこいいですね。では、作っていきたいと思います。はい、完成いたしました。ガンダムフラウロス流星号、めちゃくちゃかっこいいです。いやー、これはもう楽しすぎますね。めちゃくちゃテンション上がる。で、武器はね、このついてるマシンガンと、レールガンですね、のみとなっております。で、手の替えのパーツもなくて、これのみですね。マシンガンは取り外してつけることができます。で、大きなシールはね、リベイクフルシティに比べれば全然、少ないなと思いましたね。うん、この色がいいですよね。このちょっとピンクっぽい色に黄色、白、黒と。いや、これめちゃくちゃかっこいい。いや、めちゃくちゃいいですよ。特に後ろ姿がね、めちゃくちゃかっこいいなと思いましたね。うん。で、ガンダムフラウロス、砲撃モードという変形パターンですね、がありますので、そちらにね、ちょっと変えていきたいと思います。で、変形はね、パーツ変更なしで、動かして変形していきます。あー、取れた。これね、いや、マジでかっこいいですね。相変わらず腰の部分はちょっと弱いですけど、めちゃくちゃかっこいいな。こんな感じで、で、手を前に出しますと、で、これをね、こう、これが前足の部分になりますね。こうで、こう、こう、はい、顔を入れて、で、これが、あ、また外れた。顔の部分になってこんな感じで、ここはくっつけます。ここが動きますんで、はい、こんな感じでね、つながります。で、腰は回転させて、はい、膝を折って、まあ、ほぼ、はい、完成いたしました。砲撃モード、流星号の砲撃モード、めちゃくちゃ良くないですか。これめちゃくちゃかっこいいですよ。はい、めっちゃいい。で、ガンダムフラウロスはあのプレ版でね、予約開始された、あ、再販された鉄火弾コンプリートセットにも入ってるんでね、1体は砲撃モードで、1体はあの人型モードで、飾りたいなと思いますよ。めっちゃかっこいいな、これ。はい、こちらが前回のリベイクフルシティ、いいですね。やっぱこの2体がかっこいいなと思います。では、こちらのフラウロス流星号ターンテーブルで回していきたいなと思います。行ってみましょう。
はい、いかがでしょうか。鉄血プラモ第2弾 HG 鉄血のオルフェンズガンダムフラウロス流成功。はい、鉄火団のシノの機体ですね。はい、プラモデルとしてはね、とてもいいんじゃないかと思います。もちろん細かい色分けとかね、シールで再現されてたり、されてなかったり、しますが、もうねやっぱ HG はねこういうもんなんでね、もう出来はとてもいいですね。変更もスムーズ、砲撃モードの変更もスムーズにできますし、もう立体物としてはもうとてもいいんじゃないでしょうか。成型色のねこのピンク色みたいな色ですね、これもすごいいいなと思いましたね。うん、とてもいいです。でこのシノの機体と、あとは秋広の、大フルシティリベイクフルシティね、組み立ててみましたが、やっぱりね鉄火団の2枚看板、三日月はねダントツなんでね、三日月除いての篠田明宏の2枚看板、この機体はねぜひね、ガンダムってついてるんでね、メタルロボットシリーズでねこの2機体出してほしいなと思いましたね。いやもう全力で予約しに行きます。ではね、まだまだ鉄血プラもありますんで、盛り上がってまいりました。それでは今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございます。